近松門左衛門、近松門左衛門、近松門左衛門、女王二年、1653年、京宝九年11月22日、1725年1月6日、とは、江戸時代の浄瑠璃及び歌舞伎の作者。本名は、杉森信森。平安道、総林氏不意三人とゴース。家紋は、丸に一文字。越前国。 現在の福井県のお武士、杉森信義の次男として生まれる。母は医者の家系で、松平忠政の次院であった、岡本亀武方言の娘木里。陽名は次郎吉、元服後の意味名は、信森と称した。兄弟に母を同じくする兄の友義、弟の伊久氏がいる。出生地については、既然国から山城国、長戸国萩など諸説あったが、 現在は越前とするのが確実とされている。近松の父である杉森信義は福井藩第三代藩主松平忠政に仕え、忠政の没後はその小松平音ちゃん親に分置された吉江藩、現在の鯖江市で藩主、正親に仕えた。近松の生誕年は女王二年六百五十三年であるが、正親の吉江への入部は明暦元年。 1655年であり、正親と家臣団は、吉江以前は、福井に居住していたと考えられ、正親に仕えた真偽の子である近松も、福井市生まれとされている。しかし当時の福井藩に関する資料の調査では、正親は、昭宝3年、1646年から江戸に在住し、その家臣団は、藩主、正親の吉江入部以前、 すでにヨシに移って反省に関わる執務を行っていたことが明らかとなっており、よって、真義も他の家臣たちと共に、この時期からヨシに在住し、近松はヨシすなわち、鯖江市で生まれたとする見方もある。漢文四年、1664年頃、真義はヨシエ藩を自し浪人となって、越前を去り、京都に移り住んだ。真義が藩を辞した理由については明らかではなく、 近松の消息もつまびらかではないが、山岡元隣著の宝蔵、漢文十一年、1671年刊行には、両親等と共に、近松の区、白雲や花なき山の恥隠しが収められている。近松が晩年に書いた、自生文には、代々甲冑の家に生まれながら、竹林を離れ、三園寺九業に使い指摘した手祭りでとあり、青年期に京都において、 くらららいのある公家に使え暮らしたとみれるその間に収めた知識や教養が、後に浄瑠璃を書くにあたって活かされたという。その浄瑠に使える暮らしから離れ、近松は当時京都で評判の浄瑠璃語り、宇治か田遊、後の宇治家が城の下で浄瑠璃を書くようになった。それがいかなるきっかけによるものか明らかではないが、沖縄、上沢都校長によれば、近松は、 く下の大木町港通に仕えていたとき、港通の使いで、加賀城の元に行ったのが縁で、浄瑠璃を書くようになったという。加賀城は、遠方三年、1675年に、京都市場で人形芝居の一座を立ち上げ、そこで浄瑠璃を語っていた。近松が、加賀城のために浄瑠璃を書くようになったのが、いつの頃からなのか定かではない。この当時の慣習として、 ジョールリア歌舞伎の作者の名をまだ世に出すことがなかったからである。なおこの時期、兄の友義と弟の石久氏は大和国、宇田松山藩に召し抱えられた。石久氏は、藩医平池の養子となり、後に、岡本一方、ためたけと改名している。天羅三年、1683年、蘇我兄弟の仇討ちの後日談を描いた四月、四次蘇我が、四次蘇がが、 加賀城の一座で上演されたが、翌年に、加賀城の弟子だった、竹本義太夫が、座元、工業責任者となって、大阪と堀で、竹本座を起こし、この、四次、蘇我を語り、評判を取った。四次蘇我に、作者名はないが、義太夫が語った浄瑠璃の触りを集めた、オウムが、その序文の記述から、近松の作であることは、間違いないとされている。以後義太夫は、 近松の書いた浄瑠璃を竹本座で語るようになり、上京二年1685年に竹本座で出された近松作の出世、過激世は近世浄瑠璃の島と言われる。上京三年には竹本座上演の佐々木大観で初めて作者として近松門左衛門の名を出した。元禄五年1692年40歳で、 大阪の昭和松屋の娘と結婚し、ただしこれは再婚ではなかったかと入れる。その間に、数目数を設けた。このうち男子は、多門と昭和市絵師になっている。元禄六年以降、近松は、歌舞伎の狂言作者となって、慶の妻田雄座に出勤し、坂田東十郎が出る芝居の台本を書いた。十年ほどして浄瑠璃に戻ったが、歌舞伎作者として学んだ歌舞伎の趣向が、 上璃の作に生かされることになる。元禄十六年、千七百三年、曽根崎新中を上演。法永二年、千七百五年に議題夫うこと、竹本築五条は、座元の地位を初代かけた出雲に譲り、出雲は、顔見世工業に、陽明天皇職人館を出す。この時、近松は、竹本座の座付き作者となり、住居も大阪に移して、上璃の執筆に専念した。 昭徳四年、1714年に、築古城は、没するが、その後も、近松は、竹本座で浄瑠璃を書き続けた。昭徳五年の、国戦や合戦は、初日から十七ヶ月の続演となる大当たりを取る。京方元年、1716年、母の喫茶と死去。同年、天ヶ崎の交際時最高に工従として加わる。晩年は、病がちとなり、 初代出雲と松田は吉、後の文法堂の書いた浄瑠璃を添削している。京方九年、八発つなぎ場を絶筆として十一月に死去。去年七十二、自生の歌は、それぞ自生るほどにさてもその後に残る桜が放し、匂いは、場と、残れとは、思うも愚かう済み日の少女感あだなる口きかきして。墓所は、大阪市中央区、谷町。 元は、同地の法明寺境内にあったが、法明寺は、大東市寺,寺川に移転し、近松の墓だけが、旧地に止まった。ただし移転した、法明寺にも、近松の墓が建てられており、他には、交際時に墓が、保守寺時に供養費がある。戒名は、あの久保くたしか一ぐそく古期日の11月22日は、近松期、スリンコ期、または、スハヤシ期と呼ばれ、 冬の季語となっている、明治以降は、新歴で行われる。近松門左衛門の近松という名の由来については明らかではない。これを近松寺という寺に関わりがあったことによるとする話があり、音玉道地編には、とあり、大見国王津の近松寺を由来とするが、旧将蘭には、と非全国から津の近松寺のこととする。さらに、在録には、 とあって、近松は元僧侶であったのが後に現俗祝下に仕えたと記す。他には、近松とは母方のせいだという話もある。近松春夜剣、近松門左衛門殿。しかし、これらの説は近松没後、50年、ないし100年後のものであり、むしろ近松という名が共通するところから後に加えられた伝説であろうと言われている。現在、 近松の作とされている浄瑠璃は、時代物が約90、世話物が24である。歌舞伎の作では約40作が認められている。世話物とは、町人社会のギリや人情をテーマとした作品であるが、当時人気があったのは時代物であり、曽根崎新中などは昭和になるまで再演されなかった。同時期に、機械音も、門左衛門と同じ題材に基づいた新獣浄瑠璃を、 書いており、当時これに触発されて真珠が流行したのは事実で、あるが、世話物中心に、近松の上流離を捉えるのは、近代以後の風潮に過ぎない。ちなみに、教法八年、1723年、幕府は真珠物の上演を一切禁止している。虚実飛幕論という芸術論を持ち、芸の面白さは虚と味との飛幕にあると唱えたと言われるが、これは、ホズミイカンの 南波土産に、近松のごとして記されているだけであり、近松自身が書き残したとされる芸能論はない。他には、見直しの滝安寺に、近松が同時に寄進した大繁屋行、尼崎の交際時に自筆とされる洋上君などが伝わっている。全集に、近松全集、岩波書店全十六巻などがあり、弁聖者でも刊行されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。